どうも、プロチェリストのネロです。今日は皆様からいただいたチェロに関する質問に私が答えていきます。それでは行ってみましょう。これはチェロサポートです。メトロノームに合わせるタイミングは、メトロノームの音が鳴った瞬間に音の鳴り始めを合わせましょう。多分この方は早いテンポでメトロノームを使って混乱してると思いますので、このぐらいゆっくりでいいんじゃないですかね。やってみましょう。ゆっくり。松ヤニがいるタイミングはいつでしょうか。松ヤニを塗るタイミングはシンプルに2時間音を出し続けたらでいいんじゃないでしょうか。塗るタイミングも大事だけど、塗り方もすごく大事です。使って半年で僕はこんぐらい減ってます。音のギリギリのところまで細かく塗る。これが大事。先も丁寧に塗ります。で、手にこすって白いのがついたら OK。 自分の楽器が鳴らないのは自分のせいか、もしくは楽器のせいかを感じる、判断する方法はありますか。自分の先生か周りの人に弾いてもらうのがいいんじゃないかと思います。特にあなたの先生に弾いてもらえば、その楽器のポテンシャルやあなたの問題を指摘することができます。他にもこうブリッジの位置がずれてたり、コマが曲がってたり、そういう基本的な部分の問題も先生が見つけることができるので、ぜひ先生に、まずは自分で考えないで先生に聞いてもらいましょう。チェログッズあったらいいものを教えてください。 iPad は非常におすすめ。非常に明るいし、たくさんある楽譜を持ち運ぶ必要がなくなるのでおすすめです。さっき使ったメトロノームとかも入ってるし、こんな感じで画面も非常に明るいので、暗いところでも電気をつけずに使うこともできる。もし自分が楽譜を忘れたりしても、他の人の楽譜をパシャッと写真を撮ると、すぐにそれが楽譜として表示されて使うことができるので便利です。チェロを始めて途中から必要なものは何ですか。中級者ということね。おすすめは演奏会に行く機会を作ることです。チェロっていう楽器からこんな音が出るのかっていう、 こう発見があったりします。あとはチェリストの仲間、志が一緒のチェリストとつながれることで非常にモチベーションになります。自分のレッスン録音を聞くコツはありますか？レッスンの後に言われたアドバイスを全部聞いてると、エネルギーと時間をとても使えます。最大でもポイントを3つに絞ってその箇所だけを聞くようにするといいと思います。例えばここの小節のポジションチェンジが、うまくいかない、最後のスラーが楽譜通りに弾けてない、言われたこと全部を完璧にこなそうとするとストレスになるので、3つぐらいに絞った方がいいと思います。配信や練習での自分のパフォーマンスの録音方法を教えてください。両方スマホで十分かと思います。商業的な目的で配信するんだったら、こういうコンデンサーマイクとかがいいと思うんですけれども、まあそんな目的で配信や練習してる人なんていないだろうし、気軽に続けれることの方が大事なので、スマホで録音すればいいと思います。次の質問。楽器に傷がついたらどうしますか？傷別に解説します。例えばこういう傷、こういう傷は別に急いで治す必要ないのでほっといてもいいと思います。逆にもう治しちゃったんだけども、僕の場合はこんな感じでへこんだりひびが入っている部分っていうのは放置せずにすぐに楽器屋さんに持って行った方がいいです。こういう楽器に昔から入っているひびとかも調弦に悩まされてます。回してもくるっと回ってしまう。ペグと手の拡大動画を参考に見たいです。分かりやすく説明すると、例えばこのここの穴にこう入れるとして、こうこうではなく、こういうイメージでこう奥に押し込んでいくようなイメージでやると止まります。
弦が切れたらどうすればいいですか？自分で交換できますか？自分で交換はできると思います。弦の交換方法はいろんなやり方がありますが、僕は足を使ってやる方法をお伝えします。まず下に引っ掛けます。で、駒の溝にこう入れたら、この部分をちょっとこう足でこう押さえとくと、上の弦をこう入れることにこう集中できる。手早く少ない時間で弦を張り替えることができる。曲を弾く前のルーティンとして、どのように体の使い方などを意識されますか？まず練習の段階でどういう音を出すかっていうのを考えて音を出します。その時の感覚っていうのをそのまま本番で使うっていう感じです。例えばなんだろう、バッハだったら、この3つの弦を弾くわけですけれども、一個一個こう、こう分けるんじゃなくて、こう連続してこう弾くような、この滑らかな腕と手、弓の扱い方。曲を弾く前にある程度 その自分のアクション、どういうふうに体を動かすのかっていうのは、割と台本みたいなのがあって、そこに感情とか気分とかが本番では乗っかって一つの作品になるっていう感じです。チェロを練習するのに適した部屋の条件はありますか？残響が少ない部屋がベストだと思います。下がフローリングじゃなくてカーペットだったり、壁の反響があまりない部屋、ものすごく響く部屋で弾くと気持ちいいんだけれども、その響きっていうのは実際チェロから出てる音とは異なるので、楽器を上達するのには向いてるとは思わないです。下がカーペットだと、このエンドピンが刺すところを毎回迷わなくて好きなところに刺せるので、煩わしさがないよね。あとは物件の話ですけども、角部屋で大きい通りに面しているような部屋が苦情は来づらいかと思います。普通のアパートでチェロを弾くよりも、分譲マンションの方が壁が分厚いので、気を使わずに楽器を演奏することができると思います。音楽家がたくさん住んでいるマンションを不動産屋さんに紹介してもらうのも手だと思います。練習時間が取れないとき、最低限やるべきことは何ですか？これは非常に難しい質問です。チェロに関連するコンテンツを見るというのはどうでしょうか？練習時間が取れないっていうふうにおっしゃってますけど、モチベーションが上がれば必ず練習時間は無理にでも取ろうとはすると思いますので、YouTube でチェロに関する演奏動画やコンテンツを見るというのも非常に効果的だと思います。弓を持つ際に大事にしているチェックポイントというか確認事項はありますか？弓を持ってこう音を出すまでの時間を僕はあえてなるべく取らないようにしてます。正しい弓を持ち方をこう作って、音を出そうとか準備するとどうしてもこう固まっちゃうので、僕はあえて直前までこう準備をせずにこうリラックスした状態から急にこう、こんな感じで弾くようにしてます。先生が疲れた時やテンションが上がらない時に聴くチェロの曲は何ですか？またチェロじゃない曲でもあれば教えてください。チェリストの演奏っていうのは最近は聴いてなくて、最近はスティーブ・バイのテンダーサレンダーという曲を最近はよく聴いてます。そのクラシック音楽の外の音楽っていうのを聴くようにしてて、スティーブ・バイさんの演奏っていうのがジャンルを超えていろんな人に感動をこう与えれる曲、そして圧巻のパフォーマンス、チェロを持ってるんですけども、もう嫉妬しちゃうぐらいの表現力、最近はよく聴いてるっていう。以上、皆さんの質問に答えさせていただきました。お力になれれば幸いです。それでは次の動画でお会いしましょう。